く二刀流をやめないとね。痛烈批判していた張本氏を大谷が丸々で完全論破。現在世界最高峰の舞台メジャーリーグで二刀流として活躍を続ける大谷翔平ですが、プロ入り当初は二刀流に対して厳しい意見がありました。しかし大谷選手が投打にわたり結果を残し始めると批判的な意見があまり聞かれなくなりました。しかし張本勲氏は一貫して批判的な姿勢を貫きました。今回の動画では大谷選手に対する張本氏の批判的なコメントを、大谷選手が完全論破した内容をご紹介していきます。大谷は絶対に5年でダメになりますよ。2014年高卒2年目のシーズンで大谷選手は飛躍を遂げます。投手としては24試合に登板して11勝4敗防御率 2.61、 規定投球回数を見事クリアし、11勝はチームの勝ち頭でリーグでは5位タイの成績でした。防御率はリーグ3位という好成績で、奪三振数179も堂々のリーグ3位という素晴らしい成績を収めました。もちろん二刀流選手として打者としても活躍し、規定打席数には到達できなかったものの87試合に出場し、打率2割7分4厘本塁打10本という数字を残しました。このシーズン10勝&10本塁打という記録は日本では初めてのことで、メジャーリーグではベーブ・ルースが1918年に13勝11本塁打をマークしただけ。まさに歴史に名を刻んだシーズンとなりました。そして翌年の2015年、春季キャンプで張本氏が大谷選手の元を訪れました。以前から大谷選手の投手専念を唱えていた張本氏は、投手一本化を進める一方で二刀流を続ける以上は投手で15勝をリクエストしました。この時の様子を張本氏は、サブグラウンドにいた私のところへ笑顔でやってきた大谷を見て、やっとプロの体になってきたなと感じた。一回り大きくなったからだ。握手した右手から握力の強さも伝わってきた。プロ3年目、今季も二刀流を続けるというならば、投手では15勝はしろと言わせてもらった。二刀流反対の私の考えは変わらない。あれだけの素材磨けば宝石になる。打者としての能力も高いが、現時点で162キロを投げる日本人は彼しかいないのだ。将来メジャーに行くのなら早くどちらかに決めた方がいいとも伝えた。確かにいい体になったが、両方続けるのはやはり体力的に厳しく、いかに大事に育てても故障の心配がつきまとう。3年目は投手なら本来は徹底的に投げ込んで肩の筋肉を作る時期、そこまでの練習は今はしていないと語っています。その年大谷選手は自身初となる開幕投手を任されることになりました。昨シーズンの活躍を上回る20勝20本塁打に期待する声も多く上がりました。しかしオープン戦では投手として11イニングを投げ10四球防御率 7.36、 打者としても打率1割9分と低迷し、二刀流継続に警鐘を鳴らす声も上がりました。そんな中、サンデーモーニングの人気コーナー週刊ご意見番に出演した張本氏は、心配なのは大谷ですねと開幕投手が内定しているものの、オープン戦で精彩を欠いた投球が続く大谷選手を不安視しました。さらに張本氏は、スポーツ選手は絶対というのはないけどね、絶対に5年でダメになりますよ、これだけは断言できる。一つやるのも大変なのに草野球ではないし、両方うまくいくことはないと持論を展開しました。しかし周囲の不安をよそに、大谷選手は開幕戦で楽天のエース則本昂大選手との投げ合いを制し、開幕から5月までに7勝をマークしました。しかし2勝目を飾った際に張本氏は、早くピッチャーやれと何回も言っているじゃない、体壊しますよ、肩壊しますよとコメント。さらに6月24日のロッテ戦完封で9勝目を飾った大谷選手に対して張本氏は、早く二刀流をやめないとねと断言しました。せっかく調子が良いところで怪我するよと大谷選手を心配していました。7月10日に
両リーグ最速で2桁勝利を達成した際はさすがの張本氏もいいねと賛辞を送りましたが、打率1割台に低迷する打撃の方はダメですよと、きっぱり投手1本ならあと2つか3つは勝てていますよと語りました。開幕前のオープン戦から張本氏は大谷選手の二刀流について批判的なコメントを残していましたが、結果的にこの年の大谷選手は投手として15勝をマークし、さらには最優秀防御率、最多勝利、最高勝率と投手3冠に輝きました。さらにシーズン後に行われたプレミア12にも選出され、投打に活躍し世界に大谷翔平の名を轟かせました。春季キャンプで張本氏からリクエストのあった15勝をしっかり達成してしまうあたりがさすがですね。俺の想像を超えている、張本氏を完全論破した大谷翔平。ここまでの張本氏のコメントを見ていくと、どうやら大谷選手には投手に専念してほしかったのでしょうね。確かに160キロを投げられる日本人の投手はなかなかいません。だからこそ投手に専念させ、よりすごい投手になってほしかった気持ちもあるでしょう。また、とてつもない才能を持ちながらも、怪我に泣いた選手もこれまでにたくさんいました。二刀流は体にかかる負担もかなり大きいため、怪我で野球人生を棒に振ってほしくない、という張本氏の気持ちもあったかもしれません。張本氏は、二刀流反対の私の考えは変わらない。あれだけの素材、磨けば宝石になる。打者としての能力も高いが、現時点で162キロを投げる日本人は彼しかいないのだ。と語り、続けて、将来メジャーに行くのなら、早くどちらかに決めた方がいい。と大谷選手にも伝えたそうです。さらに2015年のシーズンオフ、都内で行われた最優秀バッテリー賞の表彰式に、パリーグの投手3冠に輝き、初めてこのタイトルを獲得した大谷選手が参加しました。表彰式では選考委員の張本氏と同席し、大谷選手へ向けてその場で勝つを飛ばしました。早く投手1本でやってほしい。本人がやりたいと言っているらしいけど、まだ子供だから説得しないと、と話しました。また今年の打撃なら私は3ヶ月でできると厳しい意見をぶつけました。それでも張本氏からの一撃にも本人は全く気にする様子はありません。投手専念について大谷選手は、ないですね、来季もやるつもりですと球界のご意見番の忠告を全く意に介する様子もなく答えました。張本氏がここまで投手専念を進めるのはなぜなのでしょうか。それはメジャーリーグでの成功も見据えていたからこそです。世界最高峰の舞台で投手と打者両方で活躍するのは無理があると感じていたんでしょう。しかしアメリカに渡り二刀流として活躍を続ける大谷選手に対して、少しずつ張本氏にも変化が見えてきました。メジャー4年目の MVP を獲得したシーズン途中、連日のように活躍を続ける大谷選手に対して珍しく、嬉しいねと目尻を下げていました。これまで大谷選手の二刀流に苦言を呈してきた張本氏は、打者よりも投手大谷を評価してきたのですが、とある雑誌の取材に応じた張本氏は、ホームラン王も取るかもわからんぞとついに打者大谷の実力を認めたのでした。俺はずっと大谷は 80% はピッチャーだと言ってきたけど、今は逆だな、バッターとしての方がいいわな。張本さん、昔と言ってることが違うじゃないかって言われるかもわからんけど、そりゃ全然違うよ。バッターとして非常に状態がいいから、22号のホームランをレフトスタンドへ打った時にスイングをずっと見ていたら、これは誰が教えたのか、自分で作ったのか、バッティングに間ができていた。巨人の岡本や他の好打者と言われるバッターたちは球を探しながら打ちに行っているから、甘い球しか打てない。ところが大谷は待ちながら打っているから球を捉えられる。ちなみに日本で間があるバッターは一人しかいない。それはオリックスの吉田、この選手くらいだな。例えばトンボを取る時を考えてみなよ。動きながら取るのとじっとしながら取るのとでは
取れる確率が全然違うだろ。大谷の去年と一昨年のバッティングフォームを見てみると全然違うから。昨年までは右足をピョンと上げて打っていたけど、足を上げるというのは非常にタイミングが難しいんですよ。大谷はそのバッティングフォームが合っていなかったんだけど、今年は右足を上げるのをやめた。それが良い方に出ているから、今の形でいくとホームランを行くかもわからんぞ。だからこの活躍は嬉しくてしょうがないわ、わら。とまさかの手のひら返し。投手専念を促していた張本氏を完全に結果で論破するといった形になりました。またバッターとしては俺の想像を超えているとも語っています。大谷選手の活躍には張本氏だけでなく野球ファンの想像も超えているでしょう。今後の活躍にもますます注目が集まります。二刀流の寿命はあと1年。2023年4月、張本勲氏がサンデーモーニングに出演した際に、番組内で敵地アスレチックス戦に3番投手指名打者でフル出場したことを報じました。大谷選手は6回で93球を投げ、2安打無失点10奪三振の好投を見せ、勝利投手の権利をつかんでマウンドを降りましたが、チームが敗れ今シーズンの初勝利は消えました。しかし張本氏は大谷選手をスーパーマンじゃないの大谷はと絶賛しました。さらに WBC で投げて打って走って、これは相当疲れていますよ。にもかかわらず開幕からこれだけ活躍する人見たことないよ。高校野球でもこんな体力ある人見たことないよ。疲れなきゃいいなと思うけど全然そんな素振りがないもんねと繰り返し讃えていました。さらには2004年に31本のホームランを放ち、当時の日本人選手の最多ホームラン記録を更新した松井秀喜氏を引き合いに出しました。松井も一流選手だけども、大谷は超一流になれる選手だから比較しない方がいいよ。松井は松井で頑張ったけども、アメリカでは中距離バッターでしょう。大谷はベーブ・ルースに迫る世界的な選手だから、ホームランも31本どころじゃない。今のままいけば45、46本はいくんじゃないか。57本ペースというのはちょっとオーバーだけどね。結局シーズンの終わり頃には歩かされたりして打たせてくれないとは思うけど、ホームラン王も夢ではない。そうなったらアメリカ見たかどうだって言ってやりたいわな。ただアメリカのメディアはいい時は歯の浮くようなお世辞を言うけど、ダメな時はひどいことを言うから、怪我をしないで自己管理をしてシーズンを終わってもらいたいわな。それを願うだけだ。このインタビューが行われたのは2021年のことでした。実際にこの年はゲレーロジュニアなどとホームラン王争いを繰り広げ、惜しくもホームラン王は逃したものの、張本氏の予想通り46本のホームランを打ちました。投打にわたる活躍で少しずつ大谷選手への評価が変わってきた張本氏、このまま大谷選手の二刀流を認めるかと思いきや、二刀流ができるのは30歳までとコメントしました。以前日ハムの栗山監督に、なんで大谷に二刀流をさせるのかと聞いたことがあるんですよ。そしたら、本人がやりたいと言っていると。本人がやりたいならやらしたらいいんだけど、今26歳でもうすぐ27歳でしょ。今のまま二刀流でいけるのは30歳までですよ。30歳を過ぎたら体力が持たないから二刀流はできない。そんな甘い世界じゃないから、あと 2,3 年の勝負だ。投手か打者かどちらかを選ばないと体力が続かないもん。怪我をしたら野球生命も短くなるでしょう。もったいないじゃない。100年に1人の選手なんだから、今の状態なら打者大谷の方がいいだろう。このインタビューは2021年に行われたものであり、現在の大谷選手は28歳、7月5日には29歳の誕生日を迎えるため、張本氏の予想では大谷選手が二刀流としてプレーできるのはあと1年ということになります。大谷選手なら30歳を過ぎても二刀流でプレーできるのではないかと思いますが、実際のところはどうなのでしょうか。引退するまで
生涯二刀流としてプレーしてほしいというファンの方もいるでしょう。皆さんは大谷選手は何歳まで二刀流としてプレーできると思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。